セミモノコック構造機体の例ボーイング299の機種内部。モノコック、モノコック構造とは、自動車、鉄道車用、ミサイル、一部の航空機などの車体、機体構造の一種で、車体、機体の外反に応力を受け持たせる構造のことを言う。応力外飛構造、または聴覚構造とも言う。ギリシャ語で、一つのという意味の窃盗語ものと、フランス語で、 貝殻という意味の語コックを組み合わせた合成語。車体、機体の骨組みの代わりに、外反に必要最小限の加工を施して、強度合成を持たせる、設計のことで内部空間を広く取ることができ、構造を簡素化することで軽量化にもつながる。外反を強度部材とする場合、卵や亀の甲羅などのように丸みを持たせるといくつかの利点があるため、 断面形状が丸みを帯びているという特徴を持っていることも多い。厳密には一切の骨材ないし骨のような構造を用いず、外反の板材だけからなる構造がモノコックだが、翼の付け根などといった応力が集中する部分が耐えられないなど難しい点も多く、現在の航空機の多くなどのように縦通り材などを併用して主として引っ張り力が外反にかかるようにする、いわゆる セミモノコック構造の採用が他の分野でも一般的であり、この記事でも以下ではもっぱらセミはつけない。なお、開口部があってはいけない、角張っていてはいけないというような理解が時折見られるがそうでない例もある。例えばいわゆるボックスティッシュの箱も一種のモノコック構造だが構造上強度をあまり下げることなく穴が開けられておりまとまるくはなく箱型の例でもある。 モノコック構造はもともと航空機に始まり、自動車や鉄道車両にも応用されるようになった。日本では、第二次世界大戦後の1950年代以降から自動車や、第二次世界大戦の終戦後、航空機の開発、生産が禁止されたのを受けて、航空機製造技術とその技術者を活かして開発が進められた経緯がある。図3がモノコック構造、図4が、 セミモノコック構造木製モノコック構造のトゥペルデュサンモノコックレーサー旅客機の構造胴体構造も参照初期の航空機は木や金属の骨組みに布や薄い金属板を貼る枠組み構造であったが空気抵抗の少ない流線型の胴体を製作することが難しかったそこで薄い金属板を円筒型に丸めて外反としフレームで 形状を保持するモノコック構造が登場した。しかし、大型化すると十分な強度が確保できないため、現在は小型機に見られる程度である。大半の航空機は、縦方向の縁側町と前後方向の縦通り材という骨材で外反を補強するセミモノコック構造で作られている。機体にかかる引っ張り力は外反、縦通り材が負担し、 曲げ荷重からの圧縮力は外反に変わり、縦通り材が分担している。激しい動きでより大きな負荷がかかる戦闘機では、太い強力縦通り材を多用している。旅客機や輸送機が高高度を飛行するときには、空気中の酸素が少なくなるため、機内の気圧が機外よりも0.5から0.6気圧高くなるよう余圧を行っている。胴体前後には、 機内を密閉し、余圧を保持するための圧力隔壁が備わっている。機内外の圧力差により、外反の内側には1平方メートルあたり6トンを超える力がかかる。角の部分があるとそこに応力が集中して、金属疲労の原因となるため、応力が分散するよう設計が工夫されている。フレーム形式も参照1939年発表の GMC トランジット、 富士重工製、バスボディにも大きな影響を与えた。写真は1948年製 TDH-3610 型。1949年発表の富士産業、富士号の床下。ラダーフレームは見られない。日本のバスの例モノコックボディとスケルトンボディ。モノコックボディはフレームとボディを一体に作った車体で、1980年代。 以降のバス車両を除く自動車のほとんどに用いられるボディ構造。フレームレス構造とも呼ばれ、英語ではフレームリスコンストラクション、米語はウナタイズドコンストラクションにあたる。馬車から発展した自動車の車体は当初屋根がなく、きちんとしたキャビンを持つようになっても、車誌や車体の構造は骨組みとなる骨格部位で荷重や入力を受け止めていた。 大荷重や様々な用途に対応する必要のある、中型から大型にかけての貨物自動車には、現在もはしご型フレームが使われているが、乗用車や小型商用車では、見栄えを変えるためのモデルチェンジを頻繁に行う、計画的陳腐化には、都合が良いが、床の高さやフレーム自体の重量は、商品性を大きく下げる原因となる。そこで、欧州車では、 プラットフォームフレームが1930年代後半にアメリカ車ではペリメーターフレームが1950年代に登場しその後車種とボディの一体化が進み現在のモノコックボディへと至っている市販車以外でモノコックボディの先駆けとなったのは1915年のインディ500に出場したレーシングカーのコーネリアンで後半製モノコック構造を採用していた 乗用車としては1922年、市販車では、イタリアのランチアがラムダで採用し、以降各社がこの構造を模範とするようになっていった。欧米と比べ自動車産業の歴史が浅い日本でも、1950年代以末にモノコックボディが現れ、その後急速な勢いで主流となった。なお、レーシングカー、特に一品物やごく少量の生産の場合は、大量生産が、 前提の一般乗用車と違い、プレス成形によるモノコックボディは現実的ではないという点に留意が必要である。そのため、レーシングカーの場合は、プラットフォームフレーム型から、カゴ状の交換によって、車内の空間を確保するスペースフレームへと発展した。レースによっては現代でも、交換スペースフレームは健在であり、最新のカーボンモノコックでも、 交換スペースフレームの併用も多い。レーシングカーのモノコックは一般乗用車のそれよりも航空機のそれに構造が近い場合も多く、また材料が伝統的な鋼やアルミ合金等から現代的な FRP やカーボンの時代になって、それらによるモノコックが作られるようになったという経過もある。モノコックボディの特徴は組み合わされている。 パーツ全体で合成と強度を保持するようになっていることである。よく比較されるのは、ランの殻である。殻そのものは薄く、強度も低いが、全体で力を分散して、受け止めるようになっている。構造の変化は、自動車ボディの板金作業にも影響を及ぼし、それまでひたすら力で引っ張って直していたものが、ボディ全体のバランスを考えて引かなければならなくなり、 技術面で対応できなかった工場が廃業に追い込まれる事態にもなった。この危機感からアメリカでは超党派組織の技術教育機関であるアイカーが1979年に誕生している。その後、1995年12月、トヨタがスターレットで初めてゴアと名付けた衝突安全ボディを一般にアピールした。これ以降、カーメーカーは独自のネーミングで、 キャビンを守る数々の工夫を凝らしたボディを開発することになった。大型バスボディでは、木骨から全構成への移行後の1940年代に発展著しい航空機技術が導入された。多数の細い交換を溶接した構造で応力を受け持つ骨構造のマルチチューブラーフレーム工法が主流となった欧州に、対しアメリカでは、 リベット止めで張力を与えられた外反が応力を負担する大量生産にも適した核構造のモノコック方式が普及した。日本のバスにおいては太平洋戦争終戦間もない1946年に中島飛行機を前身とする富士産業が製作した富士号を講師としてモノコック方式が導入され、1980年代前半までこの工法が用いられたが、 ドア配置や窓割りの自由度が低く、大きな開口部を設けることも困難であること、表面を埋め尽くすリベットや、外半の重なりが見栄えを悪くしていることなどから、1977年の日の r s 系を皮切りに、スケルトン方式が順次各メーカーで定着した。西鉄313型電車東急5000系、電車写真は、学南鉄道2乗とされた。 車両1936年の登場後、爆発的に普及した PCC カーが多くの部材にプレス鋼板を用い、車体の軽量化に洗弁をつけたが、構造的には以前大枠構造であった。日本で初めてモノコック構造を試行した設計となった鉄道車両は1952年に登場した西日本鉄道の313型電車である。 この西鉄313型電車の影響を受け、国鉄の一連のレールバスと初代東急5000系電車が、いずれも1954年より、東急車両で製造が開始された。さらに革新的であったのが、1955年に、日立で製造された相模鉄道5000系であり、こちらは、大車間で車体を下方へ伸ばして、平断面とし、床下機器までもボディマウントとしていた。 同様の構造は、名古屋市営地下鉄東山100型にも採用された。1957年に登場した、小田急3000軽電車にも採用され、狂気鉄道における世界最高速度記録を樹立した。当時はまだステンレス鋼やアルミ合金を加工して、車体に利用する技術が完全に確立されていなかった。ため、普通鋼を用いながら軽量化が可能なこの方法が一部の、 鉄道で使用された。外反を薄くしながらも強度を保つため、PCC カーや初代東急5000系電車をはじめ、強度保持のために側面に波形材を用いているものが多い。バスボディと同様の工法で製作されたレールバスや路面電車を除き、日本の鉄道車両の場合、外反も溶接工法であったため、車体表面にリベットはない。 最大のメリットとしては軽量化ができることであるが、その反面、デメリットとしては、薄肉鋼板は経年による、車体構造の合成維持が難しく、また、腐食により、強度が著しく低下し、老朽化の進行が早い。また、重量や開口の増加などに対応できないことなどから、将来の冷房装置搭載などの拡張が困難になる。その後の等級車両は、 米国バット社とライセンス契約を結び、オールステンレス製の東急7000系電車で製造技術を確立、徐々にオールステンレス車両の生産を主軸とし、後に自社で軽量ステンレス工法を開発するまでになり、モノコック工法は新幹線車両を除き、一時途絶えることになる。このほか、昭和30年代には路面電車の車両にもこの工法が多く用いられた。AB モノコックボディ。日本の自動車技術330戦、自動車技術会。2020年5月18日へ閲覧。JAL 航空実用自転動体構造。水木新平、桜井一郎館。飛行機の仕組みの詰め車。2003年。P66。檜垣和夫、インディ502元車。1994年。95ページ。 ISBN45 億4404万469。ただし2018年現在、日本で発売されているバスのうち、ヒュンダイユニバースは、外国バス最前線。現代自動車、ユニバースが売れている、バス観光マガジン。ありがとうございます。